はい、こんにちは、レトスの小野です。7月13日の3問に入っていきます。映画善意無過失で8年間所有の意思を持って平穏かつ公然に他人のものを占有し、 A が B に賃貸し、 B が2年間占有した。この場合 A は取得事項を主張することができない、丸か×かという問題です。考えたい方は一旦動画ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。で、答えは×です。自らが占有する場合でなく、賃借人により間接的に占有する場合も A が所有の意思を持っていれば取得事項を主張することができます。つまり本問では合計して10年経過しているので取得事項を主張することができます。まあ、これは基本事項なんで絶対覚えておきましょう。間接占有も自己占有に含まれるということです。今回賃借人により間接的に占有してもらっています。これも A の自己占有に含まれるんですね。 A が自分で占有しているということになるということです。で、短期講座の受講者様はポイントテキストを確認しておきましょう。ポイントテキスト上巻の20ページ真ん中あたりに記載しております。そして問2に入ります。宅建業者は宅地または建物の売買または交換の媒介に関する広告をするときは、一般媒介なのか専任媒介なのかの別を明示しなければならない、丸か×かという問題です。答えは一般媒介、専任媒介、このあたりは明示しなくてもいいので誤りですね。広告をする際、取引対応の別、これは売り主なのか媒介なのか代理なのかと、まあ、そういったところは示さないといけないんですね。で、今回は媒介の中の一般媒介か専任媒介なのか、いわゆる細かい内容ですよね。ここは記載しなくていいんですよ。だから誤りだということです。媒介っていうことは広告に示さないといけないんですけれども、それよりも細かい一般媒介なのか専任媒介なのか、ここまでは明示する必要はないんですね。なので誤りになるということです。まあ、意外と盲点ではないかと思います。出題されたら間違えそうな引っ掛け問題ですよね。まあ、絶対注意しておきましょう。で、3番ですね。開発許可です。開発許可を受けた者が開発行為に関する工事を廃止したときは、遅滞なく都道府県知事の許可を受けなければならない、丸か×かという問題ですね。答えは×です。開発行為の廃止は、遅滞なく知事に届け出るだけでいいんですね。許可まではいりません。このような引っ掛け問題って、宅建試験の作成者は好きなんですね。許可と届け出の違いですね。なんで、しっかりこの部分、問題文を読んで回答していただければと思います。細かい部分については、この無料動画ではちょっとお伝えしていませんので、細かい部分まで理解したいと、で、宅建試験絶対合格したいというのであれば、ぜひ短期講座ご検討ください。そして短期集中実力アップ講座の特徴は、こちらの動画参考にしてみてください。他の通信講座や予備校と何が違うのか、どうして短期間で実力を上げることができるのか、そこまで解説しております。今年あなたに絶対合格していただきたいと思っておりますので、一緒に勉強して、私と一緒に今年の合格を喜びましょう。あなたの受講をお待ちしております。レトスの小野でした。